熱海市の土石流が発生した現場です。私たちは安全を確保した場所からお伝えしています。つい先ほど20分ほど前なんですが、私たちの携帯電話に土砂災害の危険を知らせるエリアメールが一斉に届きました。それと同時にこちらで捜索活動をしていた警察や自衛隊は一旦現場から引き上げています。こちらの場所は、橋の下がちょうど川になっているんですけれども、川からはここでもゴーという音が聞こえるぐらい、かなりの量の濁流が流れているものとみられます。警察と自衛隊は危険と隣り合わせで救助活動を続けています。はい、誰かいますか。第三管区海上保安本部が公開した映像です。昨日死亡が確認された女性2人が見つかった伊豆山港周辺で、取り残されている人がいないか捜索活動が行われました。主に人力による、救出活動の重点は県道沿いの上流です。熱海市によりますと、土石流が発生した現場周辺ではおよそ20人の安否が確認できていません。今日の捜索活動は東西100メートル、南北2キロにわたって消防や警察、自衛隊など合わせて700人以上の体制で行われていますが、特に行方不明者がいるとみられる県道沿いの上流は重機が入ることができないため、マンパワーでの捜索が続けられています。この土砂の状況をまず目視により監視しながら、この捜索活動を進めるということになっております。機械、センサー、カメラを設置して行う予定であります。今回の土石流ではこれまでに女性2人の死亡が確認され、男性6人と女性4人の合わせて10人が救助されています。またおよそ130の住宅が被害を受けていて、387人が避難しています。熱海市では今朝雨が強まる時間帯もありましたが、今は雨は小康状態が続いています。ただ静岡県内では降り始めからの総雨量が500ミリを超えていて、これまでの大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いています。明日昼過ぎにかけては激しい雨の降るところがあり、引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。